はい、どうもぬいさんぽでございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。というわけで今回は久しぶりにシングルスの実況解説をやっていきたいと思います。今回ね、前回の動画でもありましたようにテクニファイバーのトライアックスを使用して試合をしておりますが、特にねそのあたり気にせず見ていただけるといいのかなと思います。はい、そして今回の試合のポイントになるのが打点の高さです。序盤中盤にかけてガットの反発性高いもん使ってるんで、ちょっとビビってね結構落とし気味で打ってしまってるんですよね。だからなかなかチャンスメイクができずに受け身のラリーになってしまってます。まあ、そのあたりにも注目していただきながら、まあ、反面教師としてね、いかに打点を1センチでも高く保つことが大事なのかっていうのをちょっとでも分かっていただけたらっていう感じですね。というわけでちょっとねもう試合始まってるんですけど、ぬい散歩サーブから始まってます。で、まあサービスゲームは基本的にトライアックス使ってるんでかなり反発性高いんでね、サーブの威力がかなり増してます。なのでサーブの威力だけでポイント取ってることが多いですね。ぬい散歩ファーストゲームキープして 1-0 ですね。リターンゲームですよね。やっぱ反発性が高いガットを使ってるから若干伸びてしまうんじゃないかっていうちょっと恐怖心もあって、レシーブをねかなり後ろでしてます。それがねあんまりよろしくないんですよね。やっぱ攻めにつながらないと言いますか、落として打ってしまうんでよりいいコースに打たないと決定打になってこないんですよね。そうなってくるとこっちのリスクもかなり上がってくるのでしんどいです。ジャストですね。 50-30 さあファーストサーブリターンきっちり返して、ここスライスで処理。さあバックのクロスラリー、真ん中集まってきて逆クローチですね。回り込んでフォアのストレート、これ落とし気味で打ったので決定打にならない。その後ストレートかなりいいボールいきましたけど、もみまんがナイスカバーですね。さあ 50-40 ファーストサーブが入ってバックのリターンがちょっとガシャったけど入りました。逆クロに攻めていく、もみまんバックでクロス、さあバックでクロス、逆クロ対バックのクロス、ミスですね。さあ T40、 さあファーストサーブ入ってここリターン返していく、ストレートいいボール、ぬい散歩いいディフェンスのボールですね。ここでスライス使って跳ねさせない、ネットミスですね。デュース、さあもみまんファーストサーブ、サーブの確率いいですね。さあセンターに入ってスライスで返してくる、バックのクロス、ここをボレーで詰めたがアウトです。アドバンテージぬい散歩。さあもみまんセカンドサーブ、ぬい散歩のリターンがネットインして、ここしっかりと深いボール、ここでフォアのクロス、このボールは良かった、ボレーでドロップ決まっていく。今のポイント素晴らしかったんでちょっとリプレイ見ていただきます。サーブが入ってリターンネットイン、そしてここで深いボールを持っていって、このボール下がらずにしっかりクロスで、すかさず前に出てドロップ決めると。おそらく今のね前に出てなかったら、もうあと1本2本つながってたかもしれません。さあラリー戦持ち込む、クロス打ってここのボールスライスで処理、そして真ん中のボールを逆クロークロスに返球、ストレートバック、そしてここでガシャってミス。今のもみまんクロスのボール深かったですね。アドバンテージもみまん。さあセカンドサーブ、ここリターンしっかり返してきてクロス、クロスラリー続きますね。さあここストレート、このストレートが甘いんですよね。やっぱちょっとねガットの変化で怖がってるかな。本来であれば回り込んでのフォアのストレートっていうのは攻撃の起点にならないといけないんですけど、なかなかねちょっとチャンスをつかめずにいるって感じです。さあ縫い散歩サーブで1本目縫い散歩ポイント 50 ラブ。さあセカンドサーブワイドに入って、これストレート決まりましたね。さあ50オール。さあファーストサーブがセンターに入る、ノータッチ素晴らしい。さあ 30-50 ファーストサーブセンターノータッチ素晴らしい。 40-50 セカンドサーブ、さあここきっちりバックに狙っていくんですけど、バックね読まれてるんで攻められてます。なのでここからちょっとシフトチェンジして、セカンドサーブボディに狙うようにします。さあサービスエースで縫い散歩2-1リードですね。チェンジコート、さあもみまんセカンドサーブワイドにダブルホルトですね、もったいない。さあ50ラブ
さあここバックにクロスリターン、ちょっとだけサイドアウト。さあサーティーラブ、ここブレイクチャンスですね。さあファーストサーブセンター入ってバックリターンミス、もったいない。サーティーフィフティ、さあここリターンの位置ちょっと見てもらいたいんですけど、かなり下がってますよね。思ってたよりリターン良かったですね。フォーティーフィフティヌイサンプリード。さあリターンちょっと後ろめ、バックリターンガシャりましたね。フォーティーサーティ、さあここもリターンが結構後ろめに立ってる。そしてセンターサーブですんで、やっぱりね下がってリターンすると前入られますよね。で返しましたけれども、ここちょっとよくわからんミスでデュース。さあモミマンファーストサーブ、さあここでボディに入ってくる、これはリターン簡単。そしてバックの深いところ振り遅れミス、アドバンテージ抜い3歩リード。さあここセカンドサーブ抜い3歩、ちょっとリターンの立ち位置が後ろすぎて攻撃の起点にならないって感じですね。さあストローク頑張ってます。さあ押してるんですけど、ここも押してますね。この深いボールちょっと球が浅くなってここで孵化してしまうデュース。さあここモミマンファーストサーブ入ります。さあボディに入ってきてリターンを返していく、まあまあ深いリターン。そしてクロスラリー、バックのクロスラリー、ストレート持っていったがアウトですね。さあヌイサンポ積極的にストレート狙っていってますけど、今日はちょっとストレートの精度が悪い感じですね。さあ回り込んでリターン、ここで入ってくる、前に入って決めていく。やっぱりね一歩前に入れると全然決定力が違いますよね。ここちょっとリプレイ流していきましょう。さあここリターンをしっかり深いところに持っていって、ここで前に入る。そして逆クロ、逆クロのボール自体は大したことないんですけどね、やっぱりタイミングの速さでポイントが取れてます。さあセカンドサーブボディに入っていく、ここリターンエース。この辺りからヌイサンポのリターンが前に立つようになりました。さあセカンドサーブここ攻めていく、ここのストレートはちょっとエグかったですね。さあ再びデュース、セカンドサーブ、ここもリターンちょっと前めに入ってます、若干ですけどね。さあこれがアウト、バックリターンちょっと今日ミス多いですね、もったいない。さあアドバンテージも未満、セカンドサーブリターンを逆クロに持っていく、そしてアウト。やっぱりリターンの立ち位置が前に入ると相手もそれだけプレッシャーを感じますんでね、ミスも増えてきます。さあバックのリターンきっちり返していく、さあここアウトですね。アドバンテージ抜い3歩。さあここもみまんのファーストサーブ入ります。ボディにサーブ、リターン逆クロ入ってボレーに出てきましたね。これがパッシングアウトです。再びデュースですね。さあセカンドサーブ、さあここボディリターンがストレート、いいリターン入りましたね。やっぱ前に入ると全然決定力が違います。ファーストサーブでもこの位置に立ってます。さあリターン返していく、そして逆クロ1本、ここがバックのストレート、これ返ってくる深いボール、ここで真ん中に返してこのボールストレートに決めていく。 3-1 ヌイサンポリードです。さあヌイサンポセカンドサーブ、まあ、今日ねモミマンのリターンが結構バック前に入ってリターンされるんで、ちょっとボディ気味にプランを変えました。セカンドサーブはほとんどボディ気味に持っていくようにしてます。これねこうすることによってもリターンしにくくなったりもするので、ちょっとボレーミスですね。さあ50オール、ここも一応ボディ狙っていきます。そうすることによって決定的なリターンをちょっと打たせないっていうようなね、考え方でやってます。ストレート、ここで逆クローミスですね。50-30。さあここもセカンドサーブ、ファーストの入りが悪いですね。さあセンター、このサーブきっちり返してきて、さあクロスストレート、さあここ深いボール返ってきた、そしてバックストレートミスですね。バックのミス多いですね今日。さあセカンドサーブ、まあ、あのポイント的にはねブレイクされかけてますけど、だんだん抜い散歩ペースにラリーがなってきてるかなと思います。 30-40。 さあここファーストサーブ、センターサーブノータッチ、結構ね僕はあの昔からなんですけど、こういうピンチの場面で、ノータッチが出たりします。さあここもセンターノータッチ、アドバンテージ抜い散歩。さあここセカンドサーブ、さあセカンドサーブボディに入れてリターンミス、 4-1 抜い散歩リードですね。
さあ、もみまんサーブ。ファーストサーブ入ります。さあ、ワイドにサーブ。甘めのサーブリターンミスですね。もったいないですね、これこそ。さあ、50ラブ、もみまんリード。ワイドにサーブ入ってきて、スライスで返す。で、逆ロー。ここストレートがアウトします。ラブ30。さあ、ここ、セカンドサーブ入ってくる。で、バックのストレート。ストレート。ここストレート持ってくる。さあ、深いところに帰ってきて、ストレートがアウトですね。ラブ40。さあ、ワイドにサーブ入ってくる。そしてクロスにエース。ナイスボールですね。さあ、4-2 リードのヌイサンポサーブ。さあ、ここファーストサーブがセンター入ってくる。リターン返して、ここでストレート。そしてボレーできっちり決めていく。そうですね、ラリーの中でやっぱりね、ちょっとずつもみまんが、ベースラインから下がっていってるような感じになってますよね。ここミスですね、もったいない。だんだんヌイサンポペースの、ラリー戦になってきてます。ファーストサーブワイドに入ってくる。ここリターンいいリターン入ってくるが、キャッチが良かったですね。さあ30-50。さあ、ここもファーストサーブワイドにサーブ、リターンいいリターン返ってきますね。しっかり返して、ここストレート。ストロークがだいぶヌイサンポペース。ただバックのミスが多いですね。さあ、ヌイサンポセカンドサーブ30オール。ワイドに入ってくる。ここできっちりクロス持っていく。そしてここ回り込んでストレートボレーして、ここがアウトですね。もったいない。30-40。さあ、ここもファーストサーブボディーサーブきっちり返してくる。逆クロー。さあ、クロスに返してきて、ここはストレートですね。深いボール。攻撃したかったですけど、ちょっと威力に押されましたね。 4-3 ヌイサンポリードです。さあ、ここのリターンゲームなんとかね、落としていきたいところなんですけど。さあ、もみまんファーストサーブ、センターにサーブ入ってくる。ここガシャりました。やっぱバックのミス今日多いですね。50ラブ、もみまんリード。ボディにリターン、きっちりクロスに返していく。そしてここで逆クロー。真ん中ストレート。だいぶ攻撃がね、激しなってきましたね。ちょっとペースを掴んできた感じがします。もみまんが結構引いてラリーするようになってきたんで、逆にヌイサンポが前に入ってラリーできるような感じになってきました。リターンミスですね。今日はちょっとリターンミスが多い。30-50、もみまんリード。ワイドサーブ入ってくる。そしてスライスミスですね。もったいない。30オール。さあ、もみまんファーストサーブ入ってきますが、リターンの位置結構高めに取ってます。さあ、リターン返していく。ここで回り込んで逆クロー。さあ、ストレート。ここクロス持っていく。しっかり深いボールいきましたね。ただミスってくれない。ここでクロス。さあ、真ん中でラリー。バックのクロス、もみまんもバックのクロス。いまいちちょっとヌイサンポのクロスがクロスに行ききらない。フォア対バックになってしまいました。ここでクロス、しっかり回り込んでくる。もみまん、やっとバックに引っ張ってミスですね。大きいポイントです。 40-30 ヌイサンポリード。さあ、もみまんファーストサーブボディに入ってくる。リターンを深い位置にきっちり返してアウトですね。5-3 ヌイサンポリードになりました。さあ、ヌイサンポサーブファースト入ります。ここがセンターサーブ、チャンスボール。ストレートに流して、そして上がってきたボールをスマッシュ決めていく。50ラブ。さあ、ここもファーストサーブ、センターサーブスライスで返してくる。逆クロに持っていきましたが、パッシング抜かれていく。今のはね、やっぱちょっと落としすぎましたね、若干。さあ、ここもファーストサーブ、ワイドにサーブ。そしてリターンが良かった。ボレーアウトですね。 50-30。 さあ、ここもファーストサーブ、集中すれば結構サーブが入ってくる。事故ですね、これは。アングル決まりました。 50-40 セカンドサーブ。さあ、ボディに入ってきて、ここでラリーしっかりしていく。回り込んでフォア、もみまんのバック、回り込んでフォア、ストレート流していく。そしてここで逆クロ持っていって、ボレーでドロップ。
決まっていく。30-40、それでもまだブレイクチャンス。モミマンにとってはここ絶対欲しいポイントですね。さあファースト入ってくる。センターサーブスライスで返してきて逆クロー、モミマンバックのクロス、これきっちり深いボール返してきますね。そして逆クロー持っていって、ここのボールストレート、威力のあるボール、そして逆クロー、いいボール打ちましたね。さあデュース、さあここセカンドサーブ、さあボディに入ってくる、リターンミスですね。さあマッチポイント、縫い散歩アドバンテージ。さあここでバックのリターン、いいリターンが入ってきますが、ストレートのミスでゲームセット。はい、というわけでね、やっぱりね立ち位置的なところ結構重要になってきますんで、しっかりとね皆さんもシングルスやるときは、自分が今どの位置に立ってるかっていうのを意識してやっていただければいいんじゃないかなと思います。それでは今日はこんなところで終わらせていただきます。おつさんぽ、バイバイ。